はい、どうもこんにちは、こんばんは、さくやです。今回は、修行ミッションやるんですけど、今回修羅の道でやっていきます。もう全然クリアしてないですね。ははは。ってことで今度ね、トンファーの、修行やっていこうかなと思ってます。まあ難しくてね、できないっていう人もいると思うので、まあ、それ向けにちょっと、まあ、自分なりのねやり方でやってみようかなと。ということで、まあ何度かね試して思いついた方法、これでいこうという感じでやっていきましょう。まあ時間かかるんでね、まあ、だいぶはしょると思うんですけどね、やっていきます。始め。今回上段攻撃はね、上段構えの、強攻撃、まあ、相手の攻撃に、ね、合わせて、三角に押していくだけという感じなんで、これをねやっていこうかなと。多分これだけタイミングが難しいんですけどね、これさえやっていけば、うまくやれば、うまく決まればね。ただ2回目の攻撃終わった瞬間、もう×ボタンで転がって逃げないと反撃される可能性が高いので、すぐ、逃げるようにしましょう。こんな感じだね。あとは気力を間違って切らさないようにね。まあ、無理にね武器を使う必要はないかなと思う。まあ、どうしても少し攻撃食らってしまうのは致し方ないが、まあ、クリアできたい、したい人向けなんでね。特別なテクニックとかなしで、クリアしたいけどできないっていう人、そういう人向けの地味なねやり方なんで、斬新はね R ボタンでやるよりはパスで逃げた方がまあ安全と。よいしょ。微妙な間合いなんでね、攻撃をしてくる間合いで下がって三角、半蔵もちょっとこっちのコードパターン読んできたんじゃないかってね。攻撃してくる瞬間ね、ちょっと下がらないと食らってしまうんで、そこ注意ね。もうちょっと、さあもうちょっとだぞ、半蔵。ここで負けたらちょっと悲しいけどね。さあということで、まあトンファー新しい武器なんでね、まだ慣れてない人も多いかと思いますが、こんな地味な方法でよければ、ね、真似してクリアしてみてください。まあ結果後されちゃうんでね、こういうやり方しかパッとすぐできそうなの思いつかなかったんで、はい、とりあえずクリアはしたんでいいでしょう。立ち止まってる暇はないぞ、時は待ってはくれぬ。はい、ということで、シラのね、トンファーの修行ミッション、これでクリアになります。まあ、本当はね、悟りでやりたかったんだけども、まあね、まだ出してないんですよ、修行ミッション。なので、まあ、今回シラでやってみました。はい。こんな感じで、クリアできない人は、まあ、参考にしてみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。では。